皆さんこんにちは、聖果です。明日日本に帰るのでパッキングがてらに購入品を紹介していきたいと思います。全部 LA で買ったアイテムになります。本当に大量にあるのでちょっと紹介していきます。まずは LA といえばグロッシアで購入しました。もうねお店がすっごい可愛くて行くだけでテンション上がったんだけど、こういう袋に名前を書いてくれます。聖果って書いてくれます。ハワイとかにもセフォラにグロッシア売ってるんですけど、店舗がなくって LA で初めて店舗に行ったんですけど、種類が本当に多くてずっとねこのポーチが欲しかったんだよね。ピンクのグロッシアって書いてあるポーチです。中がこうやってね仕切りがあって、このフェルトの部分が取れるの。こんな感じでこれと中のフェルトが取れるタイプになってます。であとリップも買ったんだけど、なんかリップが今なんか見当たらなくて、あったリップ、あった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 、これです。リップなんかいちいちさこの包装とかめっちゃ可愛いんだよね。なんかこういうプチプチみたいな、ウルトラリップクランベリーっていうカラー、こんな感じ。本当にクランベリーみたいな色でツヤ感のあるリップ感覚として使える色。次がこれはジョシュアツリーって言って、あの結構遠くの方まで行ってそこのなんかお土産屋さんみたいなところでいろいろ買いました。まずはこのジョシュアツリーって書いてあるトートバッグ、可愛くない？こんな感じでいっぱいいろいろ入るから、あとなんかここにステッカーもついてます。妹にもお揃いでお土産で買いました。であとはキャップ、緑のキャップ、これは28ドル、可愛くない？ちょっと浅めなキャップになってる、かわいい。で次は T シャツ、後ろがね女の子がいる感じの T シャツ、これは38ドル。そして旦那にもパーカーを買いました。かわいいロゴのパーカー、これは65ドル。ここのお土産屋さんはなんか比較的結構安めだったからすごいおすすめ。次は同じジョシュアツリーの近くで買いました。ハロさんと見て、これ細長いバージョンなの。本当だったらさこういう短い木のやつなんだけど、これは長いやつが売ってて超いい匂いするんだよ。それとハロさんと立てるお皿を買いました。じゃじゃーん、ここにこうやって立てるの、こんな感じで、ここの上に火つけてハロさんとで家をなんか浄化するみたいな。これはさ普通にさお香とか立てられるから可愛いなと思って一緒に買いました。でもちょっとペットがいるから、犬がいない時だったりとか玄関の前でやったりしようかなと思います。この置くやつは35ドルで、これがねパラさんと意外と安かったんだよね。20ドルしないぐらいでした。そしてウエストハリウッドの近くで最近できてめっちゃ可愛いイケてるカフェがあるんですけど、ここのカフェでタンブラーを買いました。クマちゃんがいるんだけどすごい可愛くて、 Vlog でも出したんだけど、もう店内が本当におしゃれで、なんかうちらが行った時なんかできてなんか3日しか経ってなかったらしくて、なんか街の中に最新のカフェがあってすっごい可愛かったし、ご飯も美味しかったから、ぜひね LA 行った人はここのカフェ行った方がいいと思います。もう日本人みんな好きだと思う。そしてあのあさみちゃんが大好きなアイスクリーム屋さんでこのねピルケースっていうの、お薬とかを入れるケースを買いました。これは20ドル。これはねすっごい可愛くてニコルとお揃いで買いました。こんな感じで月曜日火曜日とかいろいろ書いてある、可愛くない？これだったらさちゃんと薬飲もうって思えるじゃん。日本にあまりないから可愛いなと思ってゲットしました。次はチェリーっていうところでお買い物をしたんだけど、ここも本当に可愛いお洋服がたくさんあって、とにかく店内がイケてた。ここではチェリーっていうタンクを買いました。あ、これ S サイズだ、可愛くない？ここにロゴがチェリーって書いてある、なんか重ね着して着ようかなと思います。これはいくらだったっけな、50ドルしないぐらいで、あとなんか店員さんがソックスをくれました。え、かわいい、え、めっちゃかわいい。この前の部分にチェリーっていうロゴが入ってる、え、めっちゃかわいいんだけど、なんか謎にくれました、ありがとうございます。この靴下はめっちゃ使える、超かわいい。ディズニーに行ったお土産っていうか思い出のニコルとお揃いの T シャツを紹介します。じゃじゃーん、
なんかニコルが意外とディズニーに詳しくて、100周年の T シャツだから思い出で買おうってことで買いました。可愛くない？なんかいろんなキャラクターがいて可愛い。次、アディダス。あさみちゃんとコバさんがこのスニーカー今めっちゃ人気だから買った方がいいよっていうことでサンバのスニーカー買いました。なんかメンズなんだけど、意外となんかこの靴ちっちゃくって 25cm で、私は結構ちょうど良かったんだけど、これを買いました。なんかソールの部分がなんかいろんな色があって、明るい茶色もあったんだけど、ソールが黒い方が可愛いねっていうことでこれを買いました。すごいね、この前の部分が細いからどんな洋服にでも合わせやすいし、とにかくもう成果は絶対サンバ買いなっていうことで買いました。めっちゃ可愛い。アディダスはこのスニーカーだけ。このね、ピンクの袋はパームスプリングに一泊泊まったんですけど、その途中で超可愛いピンクのホテルでお土産を買いました。本当にもう映え映えなホテルで、私の多分インスタにも載ってると思うんですけど、本当に全部がもうピンクの世界、なんか本当バービーの世界みたいな感じで、みんなで結構爆買いしたんですけど、まずはこのキラキラな派手派手のタンブラー、でかいんだよねこれ、ベンティーぐらいの大きさ。 LA とかはこういうキラキラのタンブラーがすっごいたくさんあって、可愛いなっていうことで買いました。とピンクのトップス、ここにねハートがあって、袖の部分にもロゴが入ってるんですけど、めっちゃ可愛い。やっぱね、こういうピンクはもう目が引いちゃうよね、女の子とか。やっぱピンクの世界観ってマジで可愛い。あとはピンクの水着、ハートがいっぱい、かわいい。割と結構ハイレグな水着なんだけど、海外で着るから派手でいいかなと思って買いました。このピンクのロゴがマジでかわいい。これは撮影用みたいな感じでみんなでお揃いで買ったんだけど、ハートのサングラス、かわいくない？浮かれポンチサングラスなんだけど、めっちゃかわいい。で、ここのホテルではお土産これで、あとはじゃじゃーん、ゴルフでいろいろ買ってきました。これは私じゃなくて、なんか旦那がそのコンバース、チャックテイラーのスニーカーを買ってきてほしいってことだったから買ったんだけど、本人はなんか普通の真っ黒のスニーカーが欲しいって言ってたんだけど、いやどうせそんな真っ黒なんてさ買えるじゃんっていうことだったから、勝手に派手派手なコンバースを買ってきました。めっちゃ可愛くない？こういう派手めな色なんだけど、てかソールがブルーなんだけど、めっちゃ可愛い。いいじゃんいいじゃん。黒はさいっぱい持ってるから、どうせだったらこういう LA でしか買えないようなコンバースの方がいいかなと思って、ちょっと勝手にこれを選びました。可愛い、めっちゃおしゃれ。なんか綺麗めでもカジュアルでもどっちでもコンバースの形って触れるから可愛い。というわけで、あの黒のスニーカーは自分で買ってください。次、これはあさみちゃんとお揃いの T シャツだったっけ、これは自分に買いました。かわいい。見て、ハートの中に男の子、もじゃもじゃくんがいるの。かわいくない？ちょっとストリートっぽいっていうか、カジュアルな時に着ようかなと思います。めっちゃかわいい。次は、靴下。こんな感じの3足入ってる。割と長めだったから、ルーズソックスみたいな感じで、ちょっとクシュクシュクシュってして、アグとか合わせてもかわいいかなと思って買いました。あ、ちなみに、ここの2つはニコルのです。最後はシュプリームで買ったもの紹介します。これはね、ニコルとあさみちゃん、コバさんみんなでお揃いで買ったんだけど、アウターです。可愛くない？こうやってね、フードがついてるアウターです。見えるかな、こんな感じ。可愛いよね、大きめで。大きさは L サイズを買って、まあ私が着てもいいし旦那とシェアするのでもいいかなと思って、ちょっとね大きめを購入しました。あとはニコルとお揃いのスウェットを買いました。じゃじゃーん、ここにロゴがあって、スウェット、で最近ネイビーのシュプリームのパーカーを買ったから、それとセットで着ようかなと思って私はネイビーを買いました。ニコルはグレーの買ってたんだけど、明日スウェットで買えろうと思っているのでこれを買いました。めっちゃ可愛いの、着心地もいいし、なんかちょっと大きいから一番ちっちゃいサイズにしてウエストキュッて絞って着ようかなと思ってます。はい、こんな感じかな。
本当になんかうちら初心者だからどこお買い物していいか分かんなかったんだけど、おしゃれ番長のあさみちゃんとコバさんがいろいろね連れてってくれて、すっごいねいいお買い物ができました。2人ともありがとう。というわけで、あの LA って本当に広いし、どこねお買い物をしていいか分かんない方たくさんいると思うので、少しでも参考になったら嬉しいかなと思います。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。